ストライクドッキング、コルチャーヨーです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は11周年豪絶感謝マルチガチャ、引いていきたいと思います。はい。メインの方はファミ通で引いてるんで、ぜひ見てください。今回はサブアカとマカラさんの端末2になります。はい、はい、こちらで、まあ、何を引いていくかって話なんですけど、まあ、今回このね、豪絶マルチガチャなんですけど、まあ、昨年と引き続き、まあ、超獣とか激獣とか構成選べます。はい。で、その中の対象のやつが出るっていう感じだね。で、変わったのが、その、相手方のガチャ結果が来る。うん。だから自分でその相手のガチャ結果の中から選べるんだよ。それぞれ。だから、神引きしてもらえば本当は選べるんだよね。自分で。そう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 。マジいいよ。ね。俺ね、ちょっとそれ気づかなくて、俺去年のものだと思ってたんだけど、そこが変わってたらしくて、おっ神じゃんと思った。まあ引ければだけど。まあ引ければ、ね、選ぶ余地もないかもしれないけどね。そうなんですよね。はい。はい。ということで、じゃあ早速引いていきましょうか。はい、じゃあスタートします。うち、いいですね。行きましょう。はい。メンバー決定。で、選べますと。さあ、で、ここから選んでいきます。まあ、何引くかって話なんですけど、まあ、鳥獣かな感はありますけどね。まあ、これ詳細も見れます。まあ、劇中、鳥獣あたりやっぱ熱いよね。そうですね。でも、正宗とオリナジメ持ってんだよ。この端末。めっちゃ熱いじゃん。マジ全然動かしてないけど。もうガチャ引くための端末だからさ。はいはいはい。でも、クモ欲しいね。クモ欲しいよね。入ってるんだよね。入ってる、入ってる。クモ入ってる。で、まあ、もちろん劇中とかもね。けどさ、色源みたいな選択もあるよね。ある。だからこういう時にしか弾けねえから。そう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 。ワンチャン狙いはあるよね。それだったら優先順位どこにあるんかね。まあ、ルビナスが最近は出たけど、そっちか。ここの方が熱い気がしてるけど、個人的に。アナスタシア狙えて、ワタツミ狙えて。まあ、シャルルまで大丈夫。まあ、シャルルまあ、いける。サヨグラ。サヨグラ。まあ、かなり熱い。ここね、かなり熱い。水の遊園熱いよね。これ、八重だけでしょ。まあそうやね、基本的には。基本的には八重だけで。まあまあまあ。まあまあまあ、ここも、まあ、ルミナス、クリムトあたりか。そうだね。ここはもうね、三国がいる。三国に、まあ清掃、未来枠に。いや、未来枠。まあ三国じゃないですか。そうだね。いや、水の遊園が熱そうだね。弦引くなら。属性弦引くなら。あと、ジェネレーションとかがあって。この辺が今年増えたよね、一応確かね。そうだね。とりあえず、ウリエル狙えるのはね、このジェネレーション13、14なんだよね。ここ。絶妙だね。絶妙だね。で、まあ、ルシファーも狙えますよっていう感じ。これどこにしよっかな。ノストラがぶっちゃけめっちゃ強いと思ってるから、ここありなんだよ。わかる、ノストラ強いよね。ノストラ強い。で、まあ、パンドラはまあ、そのうち来るだろうし、近くには。はい。まだ待って、これ、長寿いきますね。これ、俺とは絶対ないと思います。いや、そこはちょっと、さすがに感はある。はい、じゃあいきますよ。長寿、いきます。了解。頼むよ。え、持ってない。クオ持ってないよね。クオ持ってない。ナイトメア超欲しい。マサムネ来ても全然嬉しい、今は。え、任せてください。頼みます。任せてください。お願いします。聞かせてください。SR んだよね。もう出しちゃおうよ。こんな見たことない。出しちゃおうよ。だっさあ、どうだ来いよ。限定。おー見てる。いや、もうありがとう。渋山さん、ありがとうございます。本当にもう、助かりますわ。俺、出したことない声出た。俺が3赤分ゲットできたわ、これ。熱すぎる。待って、俺メインこれしたかったわ。だよね。いや。やばくねえ、やばすぎ、えぐくない、よくピンポイントで引けたね。あ、確定値出た。出した あ、 あれほら、あ、本当は出てるじゃん。出てる出てる出てる。やば、超熱い。じゃあ、いただきます。あ、どうす、はあ、え、もう勝ち確定してるよ。いや、俺もう何、俺がどう、何が起きても大丈夫。いや、頑張って、俺のために。あ、もちろんそうですね、俺のために頑張ってで、集まって引くとさ、それ何引くか調整できるのもいいよね。いや、マジいいね。集まってるとだけどね。わかるわ。え、やばだ。送られてきたドキドキ感はないだろうけど、うん、これはできるからな、調整。え、このアカウント無料でしょ。ん、このアカウント無料でこいつ引いてんの。
まあ、そういうことだね。ふざけんじゃないよ。宮本さん、ない。何万かかったと思ってんの、こっちとら。そうだよね。あ、まあ、だからこういうところでクオンとか引けるとね、すごい得するっていう感じ、ね。そうですね。はい、じゃあ、ここからは唐沢さん。はい、行きます。はい、じゃあ唐沢さんの1端末目行きましょう。行きます。いやー、もう勝利確定。やべ、勝利確定してんのって気持ちいい。助かるわ。いや、これ、まあ、選べますよ。選べる。いや、マジ何でもいい。マジなんか、ほんと、これで、ね、いや、待って待って待って。いや、危ない危ない危ない。引いちゃう、引いちゃう。詳細、詳細でチェック。詳細、詳細。ここが確定してるからね。見ていてもいいけどね。まあ、そうね。そうなるとやっぱ基本的にナイトメアだけになるんだよな。単品狙いはちょっとしょっぱいよな。まあ新春引くならまあって感じだね。そうそうそう。2ヶ月後 ?2 ヶ月、3ヶ月後か。3ヶ月後。やっぱ、ちょっと激獣かな、そうなると。激獣はね、ぶっちゃけ当たり2体なんだよね。2体いるんだよね。激凛とモンテなんだよね。そう。やっぱ強いよね。うん、まあこいつら引けたら強い、やっぱ今年のキャラは。そうだね。で、やっぱさっきも見てた、いや、ここも熱いよね、と思う。いや、そこ当たりマジ多い。まあ、俺、アナサシは持ってないし、渡せ持ってないし、ね、それ。いや、当たりめっちゃ多い。ここは3つ狙えるよ。3つ狙えるね。サヨウラも強いしな。ね、サヨウラ欲しいんだよな、うん、実際。スペックがやっぱ上げてるよ。まあ、ちょっと昔のはまあいいから、一旦。だいたいいるんで。うん。うわ、劇場いいっすか。いいんじゃない劇場いいっすか。ちょっと2体。劇場狙いに行く。よし。ちなみに、マサムリ持ってるアカウントが、まあ、じゃあ、まあ、よりいいな。ヤクモ持ってない。ヤクモはもう、たくさんいるんで、実はね。まあ、他でね。はい。はい、じゃあ、お願いします。いきます。劇中いいね。劇中いい。劇中いい。いや、モンテ、モンテ。よし。いや、劇輪。頼むよ。演出出たから。演出出た。演出出るの分かったから。価値はない。お願いします。あ、ない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 な。やららららららよし出ろ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 頼む頼む頼む限定だあ簡単だ簡単じゃないの別に別に簡単じゃない俺マジ奇跡だからすごいこと起きてましたね俺奇跡を起こしたからわあむずいなでも余一発言まあ余一強いよ、まあ、発言選ぶしかないね余一マジ強いいやすいません宮本さんいや俺はこっから選べるから別にいいね、まあ、そうね余一を選ぶじゃんよし。まあまあまあ、持ってないのゲットできただけまだいいんじゃない？そうね。埋められただけでも。よし。まあ、余一で。まだ半分。半分当てたい。あと半分ある、半分あるから。半分あるから。はい。じゃあ次行きます。はい。はい。じゃあ3つ目。3つ目。いやー、行きたいなー。ちょっと劇場流れ悪かったなー。まあ、当たりが2つの時点でなんかちょっとね。そう。いや、でも、好きなの引いていいっすよ。俺も。いいっすか。もう余裕あります。そうっすよね。まあもう何もないです。まあとりあえず限定来たからくれたら嬉しいですけど。まあそうだな。まあぶっちゃけ俺劇場の方が持ってないね。このアカウントで言うと。なるほどね。うん、じゃあ劇場攻めて。いや。いや。やっぱちょっと流れ悪かったと思うんですよ劇場の。さっきの引っ掛けて。いや次出るかも。なので。うん最後、劇場いきます。最後。次のアカウント。もう決めた。決めた。決めた。決めたので、ここで、鳥獣を挟むのはどうですか、もう一回。鳥獣。鳥獣一旦挟む。属性限は大丈夫？属性限もちょっと行きたい気持ちある。あるよね。ある。サヨグラあるしね。そこそいつ結構持ってんな。そうなんですよね。それは鳥獣か。鳥獣、そいつそのアカウントで持ってないから鳥獣。ちょ、正宗持ってないあたりが、ね。あー、それ鳥獣かなり。ちょっと行ってもいいかなか、私はあるんだよね。まあ一つは一個出てる。そう。でも、クオン2体でもいいんだよな。それぞれのめんどくさいし。あ、そうだよね。心中刺激もマジないから。重いから。重い。じゃ、ちょ、鳥獣。はい。挟もうと思います。いいと思います。お願いします。頼むよ。なんか出てくれ。なんか出てくれ。お願いします。よし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 。いや、クオンでいいよ、クオン。クオンでもいい。クオンでいいよ。エース。エースね。だから。あ、やべえ滑った手滑った逆に来い滑った。ちょんちょんしてた。ちょんちょんしてた、言っちゃった。あ、いった、いけた。けど違う。頼む頼むダールスランのみとアルスランとか、ちょっとマジ絶妙なところ来たね。そう。いやね、今はちょっときつ、昔強かったけどね。まあそうね。うん。まあ、ニュー取るか。オッケー。あー。わ
いや、限定出たけどなぁ。やっぱ簡単ではないなぁ。まあでも俺は選べるから、これ。まあそうっすね。オッケーオッケー。限定出してくれただけで。いいんじゃない。限定2体は出てる方だと思うよ。そうね。とりあえず2体は取れるね。うん。じゃあ次行きますね。はい、じゃあ。はい、ラスト。お別れでございます。4人目。4人目も決めてました、さっき。劇中って決めてたね。劇中、ここ。持ってるんですけど、このアカウントは結構。持ってるやん。持ってるんだけど、他のアカウントが持ってないから、空中転とか、霊術が、かなりきつい。なるほどね。でも4つ全部同時にやってるんでしょ？やってます。転園とか。やってるやってる。このアカウントで持ってもすごい意味なく。あ、そっか。今日、あれか。じゃあもらえるから、選べるから、出せればいいの。確かに確かに。出せばいいの。じゃあ劇中でもいいね。劇中でいい。まあ、2体目、3体目は欲しいし。まあ、モンテとかまさにあってて、激鈴もそうだけど。そう、激鈴とかも。いきます。はい、お願いします。頼むよ。激鈴マジ今年もう引くか分かんねえんだから、俺。お願いします。12月に追加ありそうか。11月か12月にあるんじゃないかなと思うけど、今年結構ね、そこのタイミングは引かないと思う、俺。うん。まあ、新春前だし、ね。そう。なんで、ここがもう最後ぐらいなんで、マジお願いします。はい、お願いします。頼むよ。出てくれ。お願いします。エスない。関係ない関係ない。あれよ。頼むよ。モンテ、ギギリン。モンテ、ギギリン。モンテ、ギギリン。モンテ、モンテ、ギギリン。モンテ、モンテ、モンテ、ギギリン。モンテ、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 熱すぎ。え、待って、この、え、マルチガチャ成功しすぎなんだけど。やった、これマジ熱いわ。4人中3人当ててんだよ。そうだよね、限定が。やばすぎでしょ。いや、ありがとうございます。です、これは。あるんですね。やつ、これで4クソ楽だ。これね、日本中の中でもマジ大勝利な方だ。大勝利な方、取れた。やったー。だって劇中の中でもマジで今年のやつが出てんね。まあそうだね。うん。こんなことない。いや、ありがてえ。あざます。いや、あざます。いや、俺も嬉しい。はい。あざます。はい、じゃあ最後、僕、受け取っていきたいと思います。いや、ありがとうございます。いや、ありがとう。こちらも、ほんとありがとうございます。これが、はい、ちょっと、ね、あー、モンテ君。モンテ君のやつか、これは。まあ、行くでしょうよ。ニュー、いいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。すおー、マジでモンテ手に入れていいんすか？でけー。あー、そうっす。いいやつ。で、唐沢ワンさん。サマさんはどれだ、アルスランのやつじゃないな、しょっぱいやつね、しょっぱいやつね、しょっぱいやつね。まあ、この中だ誰だろう。あ、まあ確かにアミルンパイプ、アミルンパイプ、あ、悪くないか。神獣進化待ちリボン、あ、はいはいはい、強くなりそうだもんね、うん、いつも。ありがとうございます。ありがとうございます。ラスト、いいっすね、これ選べるの。お、一応ニューだ。アルスランさん引いてるじゃないですか。ニューならまあ許してください。ニューでアルスランはいいよ。うんうんうん、やります。 Yes、 限定3体。いや、ありがてえガチャだこれ。やべえよ。大勝利ですね。大勝利ですね、マジで。マジこれはいい方だと思う。あ、終わっちゃったこれ。楽しかったね。まあでもね、人気投票ガチャもありますし、そうですね、まだ、うん、楽しみですね、この後のガチャも。とりあえずこれがタダで引けるっていうのがね、かなりやっぱお得だと思うので、はい、まあ皆さんの結果もぜひ教えてください。はい、ということで今回以上です。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。